はい、ロックホッパー第7弾、うん、多分7弾でやってると思うんですけど、うん、今回はですね、九州は鹿児島県南薩摩市久志というところに来ております。この久志はですね、春の石鯛のノック込みでは超有名なところでですね、冬場がグレズリのまあメッカになっているんですけども今回はですね、以前に1回別撮影で SFG スーパーフカセゲームですねの撮影できた時にですね、まあ、結構まあ、タマミだったり赤っぽだったり、黒星増えない、なんか紋付きとか言われるやつ釣れたりね。で、まあ、一発ちょっとね、なんかわからんけど、こう切られたんですね。多分そういう筋荒かもわからんということで、時期がですね、今これ11月なんですけども、まあ、今年はまだまだ水温高い、まあ、夏の釣りが大体メインなんですけども、夏からまあ10月までの釣りと思われがちなんですが、もしかしたらこの時期も大きいやつが釣れるんではないかということで、今回ちょっとスーパーフカセゲームで、この串の磯を楽しみたいなと思っております。いけるか。足元で水深大体20ちょいぐらいありますからね。でも釣り竿もここからでもいいし、ここから流していってもいいし、で、あの引っかかるような沈みもあんまりないんで、もうずっと入れて込んでいっていいです。オッケー牧場。はい。ただだから連絡します。な、いいやろこれ。ここの都線屋何でも教えてくれんね。な、今日こんな都線屋でないだが。な、やれおりおりとかな、あるでしょ。ちゃうねん、ここは若いし、愛想いいから。はあ、よし、頑張るで今日は。もうこのサルカンからじゃない、このスイベルからハリモコタマンスペシャル17、18、19を出るな。なんか釣れそうやな、なんか引き込まれそうやな。最近あんまりグレーも大きいやつ釣ってないからな、なんか引き込まれそうやな。いきなりこんな釣りしたらちょっともう行きそうになるな、これ多分行かれそうになるな。エージスナップ気が寝ろ。じゃあハリス新しいブラックストリーム、これ14、16、18、16号、16号もどうか。もうこれこのハリス、これ新しいサンライのブラックストリームやねんけど、12号を超えたらもうこのハリスでないと多分用紙面と思います。カーボンハリスないけど、これちょっと柔らかいというかな、締まりがいい。 このハリスはもうこの釣りではもう絶対おすすめですね。よっしゃ、見てんごい、かわいい色、かっこいい、これかわいいし、かっこいいし、これスポーティーやろ、これもう、これもうスルルな、スルルの時はどういうんかな、みんなこう大体こう夏から秋の高水温の時の釣りやから、どういうん、そうみんなこうスポーティーな格好で来るやん。もう興味なんていうか、あの日焼け止めみたいな、このガードなんだ、ガードなんとかみたいなしたりとかよ。で半パン履いて、なんかこうあのレイカのやつパチッてな、若手がやるっていうんかな、若手言うがよろしいけど、ちょっと格好もちょっとかっこよくなって、こうライトになったら、これな、あの上物のオーガハンドみたいな、こうガチガチのこのああいう
デザイン中でよ、ちょっとこうスポーティーやな、こうかっこいいやな、これこうめっちゃかっこいいな思って、これこうこう鎖でお前かかったら逃がさんでいうと、こう鎖のデザインが入ってやる、ポンとな。さあ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 、あ、新しい竿です。この釣りっていうか、この底もん釣り、その荒釣り言うんかな、筋荒狙いとか、あの夜釣りとかだったら、あの渋鯛とかね、結構ここ夜釣りとかもやるって、まあ、この生餌をね、このキビナゴなり、この混合の餌ね、キビナゴとかイワシとかの混合の餌をこう巻いてるんでね、魚が慣れてるんで、ものすごくこう餌取りが多いんですよね。同じこの釣りで、まあ、例えば高知の頭島ね、柏島とか沖ノ島とか、あの辺もね、あの、それとか、まあ、武者泊まりとかもそうなんですけど、やれるんですけどね、魚も来るんですけど、餌取りほとんどなんですよ、急ぎ場以外は。ここはね、ものすごく餌取り多いんでね、あの思ったよりこう餌持ってきとった方がいいですよね、あの違う餌とか。だから今日もこう船頭が餌取りあるから言うて、あのアジとかね持ってきてくれ、あの刺し餌用に持ってきてくれます、持ってきてくれてるんですけど、とにかく餌取りが多いんですよね。ドッカーンってくるからな、ほんまに聞いたら大体でかいから、たまに小さいガジラとかチョーンとしてくれる時あるけど、さあこの時期は当たってくるんでしょうかね。大体あの夏の水温、今やったら26度ぐらいまで上がるから、25、まあ6、67ね、まあ25、3度以上の釣りやけど、これもう今22度ってとこかの水温。フィッシュイーターはもうまだまだ残っているのでしょうか。そう、朝の潮がなくなったら、乗った時めっちゃ流れとった、今も流れはあるけど、だいぶ離れたな、この水道の潮がな、どこちっついてこなんだら、かもな。今度ね、やっぱ間開けたからやな、あかんでもやられとるわ、なんかね、こうぐちゃぐちゃーっとされてますわ、こう。はい、猫ですかね、これね、猫です、ちょちょらっとね。ちょっとこの右側、左側か、左側ちょっと気になるからやってみようか。流れがあるけど、道とかこうどうなるかやな。ロキよりこう前行ってまうと道が太いからね、視界が入っていけんのよな。なんぼそろそろ言うても。なあ、朝ビュー行っとったやろ。もう見るからにしよう。もうこの足元ブワーってあったけど、もうずーっと離れていけん。タバミや、タバミがそんな、まずは来ました、まずは来ました、タバミ50ぐらいか。ぐりゃ、来ました、あーよし、なこ、まあ、まだこんなんじゃないで、まだこんなんじゃないよな、お前たまお前またタマミちゃんやもんな、呼び捨てでできるやつじゃん、おいタマミとかちゃうもんな、またタマミちゃんやからな、これな、そう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 、
と。わい、今まであれやで、あの、たまみちゃんっていう女の子は何人か知り合いあるけど、付き合ったことないからな。じゃあ、いっぱい付き合ってくれるか、お前の、ちょっと、あの塾女みたいなの来てくれへんから、だ。まだまだ、こんなもんやないから。もう自分も引き込まれて、もう我慢できない系になるからね。痛い。面白いで。まだこれぐらいやったらな、まだまだあれやけど。いや、もっと消そうもんな、もういいな。もう、あっ、ない。OK？ スーパーふかせゲームとね、まあ、SFG とも題してやってるんですけども、あの、要するにキビナゴっていう餌ですね。これを巻き餌にして、でキビナゴも刺し餌にして、もうそれのみでやる釣りなんですけども、まあどういうんかな、まあタックル的にはそのグレ釣りのタックルでは間違いなくできないんですけども、まあ、道と15以上ね、道と15、ハリスがもう15、12号から18号ぐらいのカーボンハリスで、狙うんですけども、まあ、この釣りの面白いのはね、とにかくこう流していってた時にこうガツンってこうものすごいこう衝撃のあるこの当たりとでファイト、要するにもうそういう名前さえ言うんですかね、こんなキビナゴ食いに来る魚にこんなちっちゃいやつはもうほとんど当たってこないんで、当たってきてもガシラぐらい、ガシラ、まあガシラだったらこれぐらいのね、くれるんですけども、まあ、大体そのたまみの、まあ、50から60、まあ、70、80、まあ、80センチぐらいだったらちょっときついかわからんですけども、まあ、そういうやつが来る。で、スジアラとかね、あと、まあ、青も、その日にバッて回ってきた青もんが、その、死んだ餌っていうんですかね、ヒビナゴを食うて狂った時にもう、いとも簡単に釣れるっていう釣りなんで。ぜひともね、これは、まあ、夏場から秋の釣りなんですけども、まあ、一回やるとね、間違いなくハマる釣り。まあ、磯釣りで言えば、四季ですよね。春は、まあ、チヌ、まあ、石井台、まあ、桜グレと言われる、まあ、ちょっと食いが悪いですけど、まあ、そういうグレもやったり、まあ、オナガグレだったり。で、夏になると、まあ、梅雨時期になるとまたグレ。ね。ほんで、まあ、石田もやる人も見てると思うんですけど、石田。で、この夏場からこの秋、ちょうど今はこの水温がものすごく高くてですね、まあ、あの、グレ釣りも、ちょっと厳しいかなと、ね、いう時に、このスーパーフカセゲームがもうめちゃめちゃ面白い、ね。で、まだ秋になると、まあ、落ち石田だったら、またグレだったら、でまた冬場になったらまたグレという、この、磯のこの四季の釣りの中の一つのシーズン、3ヶ月、4ヶ月のシーズン、楽しめる釣りだと思います。まあ、ぜひともやってみてください。ガツンバチン、はい、今回の仕掛けです。竿がね、来年の春に出る、SFG オーガ、ね、スーパーおかせゲーム専用の、竿が出ますの、5m。 これね、号数で言うとだいたい僕は4号だいたい、まあ、磯竿の4号5号ってね、まあ、僕はあの台湾の豪鉄とか使ってたんですけども、で5号では硬いし4号ではちょっと頼んないということでですね、ちょうど間の 4.5 号っていう、サイズになってます、硬さがね。で、あの穂先がですね、やっぱりこう4号とか5号になるとこう棒みたいになってですね、こうやっぱりこの浮き釣りなんでね、こう投げぬくいって絡んだりとかするんで、穂先をこうできるだけギリギリまで、柔らかくしております。で、穂先絡みとこう浮きを投げたりね、遠投とかするのもこうやりやすくなっております。で、リールがこれ台湾のキャタリナ 5000H で、道糸とこれ3ラインの、これはプロとじゃテストラインですね。15号これ 200m ナイロン 200m 巻いております。こう派手なマーキングのやつでね。で、浮きがこれデイジ、釣り虫屋のデイジ0から2ですね、0から2っていう使い、これ今0でやってますけども、で、このデイジボールでこれ、止めておりまして、これが、パワースイベルの1番っていうんですかね、1番で、ハリスがこれブラックストリーム、プラズマ加工のブラックストリーム、16号、針がタマンスペシャル
の17号の白針が以上の仕掛けになっております。今日の仕掛けね、これでちょっと先はちょっと玉見とって、これちょっと気持ちとってちょっと何言うのか分からんけど釣りたいなと思っております。じゃあ頑張りまして。はい、キビナゴの刺し方、まず目を、目ね、目から針先を入れてこれをこう貫きます。で一回抜いて、これをブスッと抜いて、このままこういう感じですね、ぐっと背中骨の上の方がこうなってまっすぐになると。単純です。大きい、ちょっと大きいキビナゴを選んでもらった方が刺しやすいですね。小さいやつ、頭が小さいやつ、やっぱこう針を抜いた時にこう首が取れたりする場合はこれです。 OK。 これね、食べれるんやね、これは。こいつの干物大好きわい、これ。ちょっと風が出てきたらいいね、怖いな、これ。いや、あの、まあ面白いのがこういったその干満、干満というか潮の走るとこやね。潮走って、あのそこそこ水深あるとこ、うん、ほな、まあ潮走るとこはやっぱりそういったアーモンドが回ってくる確率もものすごく高いし、うん、で潮の入れ替わりがあるから、うん、その大きい魚が多いわな。だからその水深やって潮のあんまり動かんとことかでもよ、釣れると思うけど、まあそんなとこ、まあここらでもその潮がね、干満で変わるとこやから、まあ大体は潮は動くんやけど、あの動かん時はやっぱりその潮の流れん釣りっていうんかな、普通にこう下までこうゆっくりこうスルスルで落としていくんやけど、うん、それか 磯の手前竿1本ぐらいのとこ探ったりとかやるんやけど、まあ基本的に面白いのはその潮が走ってるところでこうキビナゴを巻いて、キビナゴを刺し餌にして流していくっていうのが一番面白いですよね、うん。ラクホッパーやで、キビナゴやで今日は。またまた変わってきました。海が荒れるいうことで夕方5時まで勝負。さあ、あと2時間ない。釣れるのでしょうか。タワミ1匹ではちょっとロー、寂しいわロー。潮がこう物になってもんだよな。向こう南西がこうドーッて来たからな。それで変わらなかなんだよ。頼むで、クシ。潮止まりみたいな。あんまり動きないな。最後の1時間ぐらいでターって来るんやろか。せっかく来たのに大きい手芸よ。頼むで。何でもええねんで、脱以外は。これイワシ丸ごとやで。いや、悟りやな、もういっぱい剃ったろ、これ。めちゃくちゃ。これでも残ってる感じか、これ。え、やられてる感じか。やられとるわ。あ、頭だけ。猫です。海の中に猫がいます。アジはやっぱりでも残るな。イワシは丸太つけてもやっぱり餌とも嫌だけどな。でかい魚おる時やったらもうそれ見つけてドカンって来んねんやろけど、まあアジもそうなんやろけどな。
やっぱりアジはやっぱこう身っていうか皮が硬いからやっぱり嫌がるやろな、餌取りとか。ちょっとこれ手前になんかおらんか、ちょっと近く釣ってみろ。もう塩がないからな。お、クソ、やったぞ、これ。うまい、クソ、やめて。くら、うまい。マジで、マジで。どこ、そこはどこ行ったか。くそ、うまい。来た、やったわい、ついたかったやつや。そんな大きいないけど、ついたかったやつや、こう。やめて、こう。いやー嬉しい、いやーこれ、あーこれ嬉しい、そんな大きな焼きだよ、うまいねこれ、よーしょ、いやー立候補嬉しい、お前アホちゃん、お前よー来てくれたの、お前最後のほんのー、見てこれこれこれ、こいつこ見てくれた、名前忘れた、これ名前忘れた、これ、いや、ちょ待って、ちょっと後で調べよう、これ美味しいやつだよね、いやー見た、あれは大きな焼きだよ、大きな焼き、やりっこ嬉しいってことは、ちょ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 同じツンツンでグッグッグッギューンってきたよ、はあ嬉しい、危ないこれ美味しいんやでな。今年ね、あのこのスーパーフカセゲーム、この夏場にこうロックホッパーでこう皆さんに伝えたかったんですけどね、ご存知の通り、まあ、9月10月ちょうどいい時、なかなかね、まあ、台風とかしけの関係で、まあ、都心さんもそうなんですけども、なかなか出れる日がなかったです、まあ、我々もちょっと池なんだんですけども、まあ、まだこの時期来ても釣れるんちゃうかなと、いっぺんちょっと挑戦してみよう思ってね、来た、はるばる、来たんですけど、この釣りはね本当にぜひともその6、まあ、6月ぐらい、6、7、8、9、まあ、夏まで7、8、9ぐらいね、この3ヶ月をこの道糸15、200メートル前で大きい浮きつけて、キビナゴを巻いて、ね、ハリスも12号から18号ぐらいのやつで、まあ、潮の中をこう流していったら、なんやかんやね、ほんまに来ますんでね、ぜひともその体感をね、一回味わっていただきたいなと。またグレ釣りと違ったね、まあ、また石田釣りと違った、また磯釣りの新しいジャンルのこのエキサイティングな釣りを、衝撃的な釣りをね味わえると思いますので、ぜひとも一度はやってみていただきたいなと思います。ちょっと寂しいけど今度グレ釣りで来んね、ここに串くんも大